はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もまたね、長生きに関してのお話をしていこうというふうに思います。幸せを感じていることが果たして長生きにつながるのかっていうことをですね、今日は話をテーマにしていきたいと思います。前回は友人関係があなたの寿命を伸ばしますよっていうお話をしたんですが、それってやっぱり相手がいないと寿命を伸ばす結果につながっていかないところなので、今回は自分一人で自分の感情をコントロールすることで果たしてそれが長生きにつながるのかどうかっていう、そういうのをね、メインテーマで話をしていきたいと思います。で、まあここに出てるんですけど、2倍長生きっていうことで、すげえっていう話なんですけどね。ただこれはまあ後でも書いてるんですけど、50歳しか生きない人が不幸だって感じている人が50歳しか生きなくって、幸せだと感じている人が100歳まで生きるかっていうと、そういう単純な話ではないということだけね、ご注意いただけたらというふうに思います。で、これは高齢者を調査しました。だいたい70代くらいが平均です。78歳だったかなくらいが平均ですね。で、これは自分が不幸だって、私の人生は終わっとるんじゃっていうふうに思っている人は、私の人生はもうなんて幸せに恵まれているんだろうというふうに思っている人と比べると、5年の間での死亡率は2倍高かったっていう話なんですよ。だから単純に50歳と100歳とかってそういう話じゃなくって、死ぬ確率が2倍幸せと思う人の方が、死ぬ確率が2倍、幸せと思う人の方が、これは高いじゃなくて低いですね。この場で修正しちゃおう。低いそう、低いっていうお話ですね。だから逆に言うと、不幸だと思っている人の方が、高いということですね。で、幸福度に関しては、じゃあ、経済事情、お金持ちなのか貧乏なのか、友人関係、恵まれているのか恵まれていないのか、家族構成、独り身なのか、お子さんがいらっしゃるとかね、家族、伴侶がいるとか、そういうところなどなども調査をして、その結果、自分は幸せだと思っているか、そうじゃないかっていうのを調べたというところですね。で、長生きの理由は一体何なのかっていうことなんですけど、ポジティブ心理学なんかでは、それこそ幸福こそアンチエイジングの鍵っていうふうに言われてるんですね。ところが、そもそも幸福を感じているかどうかっていうので、寿命に影響があるのかっていう疑問が出てきたんですよね。そこで今度は、さっきの高齢者の方々とは別で、72万人の女性を10年追いかけてみたっていう検査があるんですね。これ別にストーカーってそういうわけじゃなくって、その結果一体どうなったかっていうと、実は幸福度が高い人ほど長生きで、不幸を感じる人の方が短命だったっていう結果だったんですね。ところが、個々人の健康状態のをメインに統計を取ると、そこに関して幸福度との幸福相関関係はなかったっていうことです。つまり、どういうことが言いたいかっていうと、幸福だから長生きをするっていうことではなくって、健康な人っていうのは長生きするんじゃないかっていう、至極当然の結論が出たわけなんですよね。あれ？幸福の話どこ行ったってことなんですよ。だから結局、よいしょ。健康な人が長生きなのかよっていうね、ツッコミを入れたくなるところではあるんですが、今回の調査では幸福が長生きに原因になるということは、この72万人の女性を調べた結果では言えなかったんですね。前回の動画と結論がひっくり返ることになるわけなんですよ。単純に不幸だと思っている人が不健康であるっていうケースが多く、死亡率が高まっているんじゃないかっていう見方ができるものだったっていうことなんですね。確かにこれは納得するところがあるかもしれないですね。不健康な人ほど、なんて言うんでしょうね、ちょっと家の方に引きこもってしまったりとかして、なかなか運動をする機会とかね、日に当たる機会とか、友人と会うような機会がなくって、結構害してしまうとかいうところです。で、さらに、データをよーく深掘りをしていくと、健康だけど不幸を感じる人と、健康で幸福も高い人、この2者を比べると、死亡率の差っていうのは出なかったんですよ。ますますこれって、自分の人生を幸せに思っているかどうかとかって関係ないよねっていう話ですよね。不幸を感じているけど、でも毎日筋トレをしたりとか、運動したりとか、あるいは実は友人関係が良かったりとかね。友人関係良くて不幸って思うことケースは珍しいかもしれないですけど。ただし、調査が複雑すぎて、いろんな要素がありすぎるんで、そういった欠点もあるんですよね。実は、その健康と幸せだけじゃない、別の要素が絡んで、その寿命が長いんじゃないか、短いんじゃないかなんていうふうには言われたりもしてるんですが、この調査っていうのは、単に健康度とか幸福度だけを調べたものではなくって、睡眠時間とか運動量っていうのも、こうしなさい、ああしなさいっていうふうに調整されているので、実は、幸福な人ほどよく寝ていて運動しているから結果健康になっているんではないかっていうふうに言われれば、反論することはできないよねっていうような内容になっているわけなんですね。これ分かりますかね。つまり健康を
意図的に作られているということなんですよ。だからもともと幸せだっていうふうに感じている人が健康になるような動きをとっているから結果寿命が伸びているよねっていう見方もできると、そういうふうに言われたら今回の調査ちょっとそうですねってしか言いようがないというような結果になると。で改めて結論というのを出していくと、幸福、自分が幸せな人生を送ることができているかどうか、自分は私は幸せだっていうふうに思うことができているかどうかっていうのはまだわからないと。それが健康をもたらす、寿命を伸ばすっていうのは寿命を長くしてくれるっていうのは結論は出てないと。ただ幸福な人ほど規則正しい健康的な生活を送っている可能性は高いんじゃないかっていうことが、今回分かったと思うんですね。いずれにせよ健康とか幸福度も手に入れるために生活を過ごす方が寿命の長い良い人生を過ごすことができるので、そこを目指すっていうことは間違いがないかなというところなので、健康だけを追いかけるとか幸福だけを追い求めるというよりは両方もう欲張っちゃいましょうっていうのが長くそして健康的に生きられるコツというところなので、ぜひそこを目指していただけたらというふうに思います。個別具体的な、方法に関してはいろんな動画を上げたりしてますんで、そのあたりもまた見ていただけたら嬉しいです。ということで本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。